お疲れ様です。おー監督じゃん、どうしたの？どうしたんですか？ちょっとあのご報告が何来ました。何報告？いやもう本当できたてほやほやのものをお持ちしました。おーこれはできた。できた。ちょっと開けてみてください。もうさっき届いたばっかりなので。俺いくらで売ってんの？2万5千円です。2万5千円これ高いの安いのどっち？いや激安ですね。おー、なんかハガキ入ってるよ。日本統一 DVD ボックス購入者限定イベント事務局行き、はい、イベントします。あいいね。はいいいねっていうか聞いてないよ。いいね。何やんその辺は。ノープランなんですよ。ノープランなの？これ作ってノープランなの？ノープランなの？二人考えていただけないかなと思います。丸投げかよ。何そのイベントは俺たちだけなの？他のレギュラーとか呼んだ方がいいんですけど。これ何日にやんの？その辺も決まってない。決まってない。でもやるのは決まってます。司会は？司会とかは？司会は他におまけとかついてないの？ちょっと考えていただけないかなと思います。なんかさこういう T シャツつけるとかさないの？なんかかっこいいね。いいだろ。だこの T シャツにサインを書いてもらう、うん、そんな感じのイベントにしたいなと思ってます。へえ、いいな。俺も欲しいなそれ。うん来てるじゃん。じゃああれしようよ。来てもらった人に新作見てもらうとかってどう？はい、まだそうですね。リリースされてないとか、はい、今編集してるやつね。そうですね。ちょこっとだけでも、そうはい、あ見てます。それか、まあ、過去のをこう俺たちが解説副音声付きでとか、はいはい、まあ、どっちか。はい、コメンタリーっていうか、そうそうそう、一緒にもう録音あの撮っちゃって、うん、あ裏話をしながら それはファンの方々絶対喜びますね。山口さんのかっこいい話とかいっぱいあるから。なるほど。俺のかっこいい話あるいつも遅刻してくるじゃん。そうだな。いやちょっと待って、空き時間あったら寝てばっかりんですよ。寝てるね。なんかじゃあ なんかそのちょっと考えます、はい、急で申し上げてくれないんですけど。日決まってないんでしょ？あの近々スケジュールがあるだろう。いろんなしがらみがあるのでその辺もちょっとしがらみがあるんだ。ちゃんと事務所に連絡してよ。わかりました。アンケート書いたんじゃん。ほらそうです、アンケートを書いてもらって次の作品とかにも反映されるかもしれないので。へー、何？日本統一の中でふにゃ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 、あなんかその他お気づきの点あれば教えてくださいっていうから、はい、何してほしいとか逆に書いてもらってもいいんじゃないですか。そこで可能なことがあれば。そうですね、できることがあれば。あもうそれは素晴らしい。さくりさんは呼べないよ。あさ何も言えないです。ちょっと小沢の兄には相談してみる。あ分かりました。ちょっとお二人にあのコメントをなんかファンの方々にいただけないかなと。悪いんですけども。そうだよ、うん、日本統一5周年記念DVD ボックス出ました。よろしくお願いします。僕らの若かった頃から、大人になるまで成長の一本入ってるんで楽しんでみてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい